1万年以上前の水蒸気爆発で吹き飛んだためです。新萌だけは今なお活動を続けています。天孫降臨神話の高千穂の峰、その隣の火口は3000年前から大規模な噴火を繰り返してきたお鉢です。生駒高原が菜の花の木一色に染まっています。春は麓から霧島連山へと登っていきます。栗の岳の江戸彼岸桜は日本の自生南限地として大正12年国の天然記念物に指定されています。霧島連山に真っ先に春を告げるのは万作です。後を追うように春の花々が山を彩ります。4月の終わり、霧島みずきが咲くと霧島連山は春本番を迎えます。
良かったね、これ100円で買った。うん、みんな買ったんじゃね。うん、ほら、うん、そうね、これがね、これもそれでいいよ、今度はね、漬物を。これみんな漬物、あ、もう、思い出した。次は辻ヶ丘、次は辻ヶ丘です。お降りの際はバスの5番線から席をお立ちください。